今回は、POG 2024-25 シーズンから、ノルマンディ OC、有力2歳馬参戦を、POG 好きが勝手に紹介します。なお、注意点はこちら。本動画には個人的、主観が多分に含まれます。また、選定基準は、近況コメントを重視しています。一頭目は、ルジュエール。性別、オス。父、ダノンバラード。母、ラタンドレス。母父、エンパイアメーカー。生産者、岡田スタッド。厩舎、小手川ひとし。募集価格、1120万円で、一口 2.8 万円。400口募集。おじに、ダートで活躍しているハギノアレグリアス。父×母父に、ライジングラパス。育成上では、販路楽に駆け上がっており、ここに来て急成長。目を見張るような上昇ぶりは、期待したくなる。決闘的にダート路線が合いそうか。良い成長曲線を描いている一頭。二頭目は、ライツユーアップ。性別、メス。父、スワーブリチャード。母、チェアユーアップ。母父、エアジハード。生産者、岡田スタッド。厩舎、角田光一。募集価格、1520万円で、一口 3.8 万円。400口募集。兄弟に、チェアリングソング。育成上では、こちらも順調そのもの。褒められてばかりの近況コメントは、期待の表れだろうか。本馬の注目ポイントを一つ挙げるなら、活躍馬多数の、スワーブリチャード産駆牝馬。近況コメントだけなら、クラブ世代ナンバーワン候補。3頭目は、エリタージュソング。性別、メス。父、ブリックス&モルタル。母、デスティニーソング。母父、名称ボーラー。生産者、岡田スタッド。厩舎、吉岡達也。募集価格、2000万円で、一口5万円。400口募集。オバニディス・ケンダリア。本馬の注目ポイントは、ノルマンディと、吉岡厩舎の相性は抜群であること。育成上では、5月にチャンピオンヒルズ移動まで完了しており、順調そのもの。決闘的には、短距離向きだろうか。階級がチャンピオンヒルズであることは好印象。日高のグリモル3区にも注目。個人的には、スワーブ牝馬、ライツユーアップに期待。以上。POG 2024-25 シーズンから、ノルマンディ OC、有力2歳馬参戦の紹介、でした。